プロです。チェロです。プロチェロです。はい、パンパレやっていきましょう。いきましょう。今回ね、渋谷事変がかなりね、噂されている中、全くね、触れられていないお知らせが来ましたね。お。ということで、早速4つに分けてね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい。サイドストーリーが10月31日、15時より追加されますね。そうですね。公式 PV リンクもありましたので、早速、拝見しましたけども。ここですね。相変わらずの、YouTube に、ありましたね。クオリティということで。まあ、ちょっとね、概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、見られたらいいかなと思うんですけど、まあ、相変わらずのクオリティということでね、まあ、こちらもちょっと楽しみにしたいなと思います。そうですね。続いてログインボーナスが実施されますよ。はい。まあ、いつもの通りなんですけれども。そうですね。まあ、期間はここに書いてる感じの期間ですね。AP パック4個、開示600個。こちらも周年近いので取りこぼしがないように、そうですね。取っていきましょうね。AP パックは1、2、3、4ですね。で、怪獣が300、300の600っていう感じかな。であとね、育成の素材ももらえますので、まあ、ここはしっかりもらっていきましょう。はい。続いてストーリーイベント実装ですね。いつもの感じです。そうですね。まあ、ここにいじじさんって書いてんだけどさ、全然いじじさん出てこないんですよ。ここにもいないし。いないよね。で、新キャラいじじさんなんかなと思っても違うし、みたいな。で今回ね、夜特性が、まあ、特攻というところになってますね。で今回は、まあ、ここにも書いてるんで、新キャラ伏黒さん、で、配布かな、九州決戦前という、まあ、ここら辺を使うと、まあ、報酬が増えるということなので、ちょっと忘れずに取っていきたいなと思うんですけど、で、まあ、ここからいくとさ、こう夜特性って書いてるから、まあ、新キャラ夜特性なのかなっていう感じが、まあ、いつもの感じでいくとね、そうなってくるんですけど、まあ、どうなんですかね。ちょっと今回怪しいかなと思ってるんですけど、っていうのが、まあ、前回の釘崎さんも夜だったじゃないですか。あ、そっか。こんな連続で夜出しますかね。ね。まあ、どっちにしてもね、まあ、夜特性特攻難周回するときは、まあ、夜特性をパーティーに入れるというところと、まあ、この報酬の残滓をしっかり装備していこうというところですね。そうですね。続いて、イベント残滓です。毎回配布とは思えないクオリティ。そうですね。こちら、貫突できると思うので、やっときましょうね。そうですね。ここに書いてるこの報酬がアップする九州決戦前っていうのが、まあ、こちらで配布されるというところなので、突をすると上限解放1回ごとに 3% アップってなってるので、しっかりね、突を進めながら周回をしたいなと思いますね。続いてキャラ情報です。先ほどお伝えしたように夜特性かもしれない伏黒くんです。そうですね。影特性、光特性、夜特性とすでに実装されている伏黒くんですけれども、特攻が夜なので夜特性なのかな。そうですね。まあ、R キャラで伏黒くんもう、夜いるんですよね。そうですね。なので、まあね、普通に考えると原特性なんかなって感じはするんだけど、まあ、今までの流れでいくとここが夜だったらもう多分夜だと思うんだよね。いや、でも分かんないよ。原特性もしかしたら原来るかもよ。そうね、ちょっと分かんないけどね。まあ、ちょっと楽しみしたいなと思いますね。まあ、どっちにしてもね、チケット10連かな、チケットプラス10連っていう感じで引くかなと思うんですけどね。まあ、今回もポイントカード変換って書いてたんで、ポルさんの大好きなね、そうですよ、ポイント交換できますよ。もう最低20連という。まあでもね、マジで我慢した方がいいと思うよね。まあ、どんなに高校で強くても周年キャラの子絶対強いからさ。わかるわかるけどね。マジで引きたい。まあまあまあ、そうね。ポルさんずっと出てないからね。そう。ただ領域展開の伏黒さんと一緒に使えないじゃん。ああ。そこら辺がね、どうなるんだろうって感じはするよね。その上を行くんじゃないのかな、もしかして。いやー、ないと思うな、さすがに。でも工場落ちしちゃったから。あ、まあ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 ね、あれを超える、まあどうなんだろうね。いや、もう超えそうよ、この雰囲気。本当、まあまあそうね。まあ、ちょっと楽しみにしておきましょう。で、最後になるんですけど、まあ、これね、帳が落ちたと書いてるんですけど、これ渋谷事変のやつですね。10月31日の19時というふうに記載があるんですけど、まあ、みんな多分ね、明日31日じゃん。そうだね。もう渋谷事変来るよねっていう、もう身構えてたと思うんですけど、今回何のお知らせもないということで。
そうですね。ただね、まだ31日、明日19時になってみないと分かんないと思うんですよね。そうそう。これね、19時になって急にサプライズでなんかお知らせとか実装とかあってん、もうみんな手のひら返したのに、うおーってなるよ。そうだね。さすが運営分かってるみたいなね。さすがになんかあると思うけどな。何かありそう。なんかせんとやばくない？ねえ、石降ってこないかな。なるほどね、そっち。どんなことがあるかが、まあ、周年で渋谷事変っていうのはまあまあ分からんでもないんですよ。うん、あのハーフアニバで開局玉折だったでしょ。うん、だからまあアニバで渋谷事変っていうのは分かるんですけど、ただ明日の19時にさ、呪術廻戦のアプリ何もしないっていうのはちょっとどうなのって感じがするよね。ハードル上げていくよね。いや、ハードル上げていくっていうか絶対分かってるじゃん、運営側も。まあまあね、だからなんかせんとねっていう話は絶対あると思うよね。それをさ、いやいや、周年控えとけ、せんでよくないとかいう話になんないと思うけどね、さすがに、まあまあね、うん、ここはねちょっと期待したいなというところですね。ポルさん、何が来たら嬉しいですか？何が来たら、うん、もう、いや、もう私石が枯渇してるんでね。現実的に石、なるほど、なるほど、とばりと一緒に石も下ろしていただけると助かるんですけれども、とばりと一緒に 400m の石を。なるほど、まあそれはそれで嬉しいかもしれないけどね、うん、まあちょっとね、サプライズがあってほしいなっていう感じはしてますけどね。あのアプリ開いた時のオープニングがふわっと変わる感じも熱いよね。それだけでも全然、なるほどなるほど、私は、いや、それじゃあ今の民衆は黙っておかないと思うよ。そうですか。だってさ、結構夏とかだったらやっぱお着替えとかさ、うんうん、ハロウィンとかイベントやっぱアプリだったら大体あるじゃん、うん、まああるよね。ファンボレ一切無視してくるよね。まあちょっとね、あの開局玉折ではちょっとね、サマーっぽい感じは演出してたにしてもさ、うんうん、ちょっとね、そういう季節的なイベントを総無視してくるからさ、まあまあね、ここのさ、渋谷事変の19時は守りってほしいよね、さすがに。そっか、うん、ここはねちょっとお願いしますよと言っておきたいところですね、うんうん、楽しみですね、うん、じゃあポロさんは、まあ、予想としてはオープニングのアプリを開いた時のちょっと画面が変わってるっていうのと、とばりのように石が降ってくると。あ、そうですね、その2つの予想ですね。え、うん、なるほどね。僕なんかな、何も考えてなかったけど、人に聞いといて。そう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 、あ、僕ね思いつきましたよ。お、渋谷事変に関わる斬新のプレゼント。あー、なるほどな、うんうん、強い斬新ね。そう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 、まあ、強くなくてもいいと思うよ。渋谷事変を連想させるクオリティのこう、うんうんうん、映像のね、うん、ビジュアルの斬新が俺を配布されると思う。あ、じゃあもしくは、うん、キャラ配布。キャラ配布はないと思う。キャラ配布。欲張るね、ほんと。もう2つ言ってるけど3つ目だよこれ。ごめんなさいね、うん、ちょっと。じゃあポロさんはキャラ配布と石配布とオープニングが変わるっていうね、盛りだくさんな感じで19時に起きると。僕は渋谷事変に関わる斬新が配布されるというところですね。少ないですね、期待が。いやいや、周年前だからそんなもんかなって感じはするけどね。ここであの今回のお知らせで渋谷事変のイベントがなかったから、うん、イベントはないと思う。さすがに2つイベント同時にはないから、うんうん、そうだね、うん、はい、ということでね、ちょっと皆さんの予想もぜひ聞かせていただければと思います。思います。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。